県北九州市八幡東区の町名。現行行政地名は中央1丁目から中央3丁目。郵便番号は805-0019。1992年の区間廃止までは西鉄北九州線の中央町電停が存在したことや、かつての地名から中央町とも呼ばれる。旧八幡市及び北九州市の中央部に位置する。 八幡東区の中心地で、地区の北側を東西に、国道3号が通っている。地区の中心部を、旧電車通り及び山手通りが、東西に通る。地域には、八幡東区役所などの行政施設を中心に、八幡製鉄所、東門の門前町として栄えた、八幡中央区商店街、銀行、郵便局などがあり、飲食店やマンション等が建設されているほか、 各会員も数多い。かつての地名や伝提名などから中央町と呼ばれ、2020年現在でも旧電車通りと山手通りが交差する中心交差点の名称は中央町である。八幡中央区商店街の入口航路大公園付近より、もともと当地は筑前国音楽郡の枝光村、小倉村の領域であった。1889年に枝光村。 大倉村、小倉村が合併して、八幡村が成立すると、当地もその一部となる。1899年に八幡村は調整を指揮八幡町となり、1917年に市政志向八幡市となった。この地が発展するきっかけとなったのは、官営八幡製鉄所である。1901年に東田地区に官営製鉄所が建設され、 製鉄所の東門が設置された当地は、製鉄所の企業城下町として繁栄した。1902年には、八幡高等小学校が創設され、また、東が地区にあった丘東小学校も、八幡尋常小学校として、八幡高等小学校に隣接する箇所に移転し、教育の面でも地域の中心地としての役割を持つようになった。1911年には、 九州電気軌道の路面電車である旧機、北九州本線が開通し、1923年には、枝高線の中央区、枝三駅前区間が開通したことから、中央町電停は、北九州本線と、枝高線との結節点として、乗り換え停留場となった。戦前から戦後にかけて当地は、八幡市中央区という呼び名で呼ばれており、西鉄北九州線の電停名称も、 戦前、戦中は中央区、戦後は中央町であった。ただし、外区表示実施前の地盤表示時代の正式な地名は大技小倉、大技大倉であり、地名としての中央町が誕生したのは1960年で、1971年に山農が独立し、外区表示実施後の大倉、小倉の一部を並行して、現在の中央となった。 1932年、中央区電停前に、九州百貨店が開店した。九州百貨店は、戦災で消失し、戦後は、京都の丸物の産下となり、八幡丸物としてオープンしたが、西中央公団住宅内、テナントエリアに移転後の1971年に、閉店した。その後は、ユニード八幡店として、リニューアル開業し、 企業買収に伴って、大英八幡店、大英が運営する、大英グルメシティ八幡店と店名を変更したが、2009年に閉店した。北九州丸食が運営していた三区八幡、中央町店も2001年に閉店しており、以降は当地に大型小売店舗は存在しない。西鉄の路面電車は1985年に、枝高線全線が、1992年に、 北九州線の砂津黒崎駅前区間が廃止され、電停も廃止された。以降は路面電車の代替バスが西鉄バス北九州によって、ほぼ同ルートを稼働している。ありがとうございます。